エトナ級補給艦は、イタリア海軍が運用する補給艦の艦級、同系艦が、キリシャ海軍でも収益している。1980年代後半より、イタリア海軍は、軽空母、ジュゼッペ・ガリバルディに随伴するための新型補給艦の計画に着手していた。これは1 9 9 2年2月に一旦凍結されたものの、1993年に復活し、 1994年3月に寄港される予定であった。しかし財政上の問題から計画は再度の遅延を余儀なくされ、発注は1995年1月3日、寄港は1996年7月4日にずれ込むこととなった。また1999年7月にはギリシャ海軍が同計艦を発注し、フィンカンティエリ社からライセンスを取得して建造している。 兵装・電装は、両国で異なっている。対水上捜索レーダーは、エトナでは、MM、MM-SPQ-700 に、プロメテウスでは AN、AN-SPS-10D が搭載される。また防空用として、プロメテウスでは、ファランクス CIWS が搭載される。エトナでは 76mm 単装速射砲の装備が計画されていたが、2013年現在まだ、 搭載されていない、機械軍、プロメテウス、ありがとうございます。